お姉さんちょっぴし心配だよ。それじゃさあ、お姉さんが地図を描いてあげよっか。なんですって？幼いツバメを悩殺するくらいの軍閥プロポーションなら持ってるんだから。そうじゃなくて地図よ、地図。ああダメダメ、広域の地図しか売ってないから役に立たないよ。それよりもこの私が。いきなり大声なんか出してびっくりするじゃないのよ。あるんだったらさっさと使えばいいのに。ヘッポコ、ちょっと貸してごらんなさいよ。私が直してあげる。
ここはこうじゃないわ。ここにこう一本道が通っているから、こうなって。できた！ほら、いい感じになったでしょ？これで明日から迷わなくて済むね。あ、明日は校内の地図も作ってあげるからね。ねえねえ、どうよどうよ。短時間の割には力作なんだよ。多少は線が曲がっているかもしれないけど、ベンチの上だから仕方がないのよ。それ、私んち。観光客相手の陶芸屋さんなの。まあ簡単に言うと、自分のところでお茶碗とか湯飲みとかを焼いて、お店に飾って気に入ったら買ってもらうのよ。別に大したことないよ。この辺は焼き物が有名だから、うちもたまたまそうなっているだけよ。何？今度は遊びに来たらいいわよ。お安くしときますぜ、旦那。待ってるわよ。
さん、かわいいです。ちゃん、おかえり。あれ？わわわ、どうしたの？その顔。腫れちゃって大丈夫？痛くない？ちょっと、お父さん。お兄ちゃんだって好きでこんな怪我してきたわけじゃないのに、いきなりそんな言い方ってないと思う。何もないよ。お兄ちゃんがどうして怪我をしたのか聞きもしないで一方的に怒るなんてひどいよ。
で、舞台はどうする気なんだい？聞いてんのかい、こら！やっと最近落ち着いてきたと思ったらまた喧嘩かい。少しは成長しないのか？しかも今回はご丁寧に顔に綺麗なお化粧までもらってきてさ。たく、注意が足りないんだよ。それで、はるかどうなの？大丈夫そう？そうだね。そうだ、眼帯の人の役で出るってのはどう？はあ？眼帯って言ったら森の石松さんなんてどうかな。あとは宝島のシルバーさんとか子供たちに受けるわよ。でもなんといっても新打ちはハーロ。はるか、真面目に答えてくれる？あれさえ引けば、なんとか化粧でごまかせそうかも。まったく。これじゃあプログラムを書き換えないといけないかもしれないね。あんたは黙っとき。お客様にそんなみっともない面を出せるかい。あさっての顔見せの舞台にはどうしても出てもらわないといけないからね。
気合で晴れを引かせなさい。じゃあ、あとは自分のするべきことをしなさい。とりあえず、今日の稽古はいいから、ちゃんと休むんだよ。こんばんは。だってこんな立派なホテルに来たの初めてだから、嬉しくって面白くって。お兄ちゃん、お目目大丈夫？よかったです。そうそう、ホテルのフロントで面白いもの見つけたんです。クジラの見える丘公園だって。ほえー、なんか似たような名前を聞いたことがあるよ。ここでデートした恋人は必ず幸せになることができますだって。お兄ちゃん、ロマンティックだよね。
もうお兄ちゃんたら夢がないのね。優柔不断な男にはこういう動機付けも必要なんですよ。何ですか、お兄ちゃん。はあ、どうって別に普通のクジラさんだよ。そうだよ。郷にいれば郷に従えだよ。ここではここのルールがあるってこと。はるかも最初は慣れなかったから、ちょっとだけの辛抱だよ、お兄ちゃん。ひゃー、北の方にある神楽神社ってとこに、恋人同士で行くと必ず別れちゃうんだって。不思議だねー。そこの神社、その悪い噂のせいで、すごーく寂れてるらしいの。ここにいる間にクジラの見える丘公園に行ってみたいな。はるか、別に外に行かなくったっていいもん。はるかはお兄ちゃん以外の男に興味なんかないもん。本当だよ。本当の本当なんですから。地図出して。今朝、またしたじゃないの。早く。わあ、使ってくれたんですね。どうですか？ちゃんと役に立ったでしょ？
紙飛行機ですか？